リコタイムじゃん、みんなでじゃん、笑おうじゃん、7時から、はい！ちょっと待って、緊張しちゃう。どうしよう、どうしよう、どうしよう。あれ、もういいのか、始まったのか、来た来たということで、いきますよ、リサ、せーの、イコタイム、イエーイはい、うん、ああはい、ということで、皆さんこんばんは、はい、イコールラブのアンニョコテママタンナとリサちゃんこと、私はリサです。よろしくお願いします。はい、さあ2人体制になってから1年経ったぐらいだったらしいんですが、このペアはなんと初ということで。そうなんだ、意外じゃない？ね、普通にいつもアンリサやってるっていうイメージあるよね。うん、初なんだ。ちょっとコメントもね、読んでいきましょうか ね。そうだね、うわ、よし、読んでこう。あ、みんなわかってるよ。あ、コメント、コメントでめっちゃ来てる。本当だ、イエーイ。そうなんです、今日は2人で服を揃えてきました。イエーイイエーイ。違うの、なんかこれたまたまなんですよ、私たち持ってる服が一緒っていうので、うん、あ、じゃあ今日これ着ようよって昨日の夜から打ち合わせをして、今日これをね、2人とも着てきました、うん、はーい、そうなんですよ。すごい、よくさ、うちら服一緒に買いに行ったりさ、お揃いも持ってるじゃん。うん、たまたま被るっていうこともたまにあるよね。うん、うん、ね、今日はスーバージョンです。嬉しい。何か気になるコメントがあったらリサも読んでってくださいね。はい、読みます。はい、さあ、ということで、いつもはですね、スタジオからお送りしているイコタイムですが、緊急事態宣言もありますので、はい、現在は自宅編ということで、個人配信を合体して、お送りしています。ショールームでコメントしたりギフトを投げるには無料の会員登録が必要なので、皆さんよろしくお願いします。お願いします。はい、また画面下にあるツイッターマークをクリックすると、この配信の宣伝もツイッター上に拡散することができるので、ご協力のほどよろしくお願いします。お願いします。はい、さあ、そしてですね、先週からキアラのデザインのアバターが配布されています。アバターは無料の星を一つでも投げてもらえればゲットすることができます。そしてもらえるのは今日までです、皆さん。あー、やばいじゃん。そうなんですよ、なんかさ、さっきキアラがさ、ツイートしてたの見た、うん、見たね、うん、もうさ、早速着替えてる方もいるね、うん、たくさん、うん、早い。リサのアバターの方も結構いるよ。嬉しい、たくさん、ね、リサもね、みんなのゲットしてるよ。お、メンバーみんなの、すごい、うん、みんな、そう、今日もらえるの。アンナない、アンナない。でもなんかアンナもともとさ、もう2個ぐらいあるから。そうなの、そうなの、アンナアバターも一応ね、あるの。でもありそう、またイコタイムとかでもね、またあったらいいな、うん、絶対ゲットしてね、はい、ゲットしてください。皆さん、ゲットしたアバターはですね、スマホやタブレットの方は下の方にあるアバターを押したらお着替えできるページに行くみたいです、うん、はい、そしてパソコンの方は左上の3本線を押してマイページに行って、アバターお着替えを選んでください。はい、はい、ということで、キャタンのかわいいかわいい、うん、このちょっとさ、なんかイケてる女の子じゃね、お腹出して、ね、思う、すごいねめっちゃ可愛い。ね、ゲーム持ってたり、めっちゃキアラっぽい、うん、チェーンついてたり、なんかすごいさ、最近のキアラ感があるくない？ね、本当に、もう本当に大人になっちゃったんだよ。ね、わかる。皆さんもたくさんコメントしてください。はい。お、みんなゲットしてんよって。すごい、キアラちゃんのアバターの方、一気に増えた気がする、ね。うん。はい、ということで、じゃあここからは早速最近のイコラブちゃんのお話をしていきたいと思います。はい、うん、昨日はイコラブ会ボリューム7がありましたが、はい、リサ子はいかがでしたか？うん、ね、なんかやっぱりその、うん、距離感が近くて、うんうん、
そのやっぱりね、みんな言ってるアットホーム感っていうか、ホーム感をやっぱりイコタイムでは、うん、イコタイムじゃない、イコライブでは今やってらしてるからやってらしてるからねそうだけど、なんかその、うん、そうそう、イコラブ会はめちゃめちゃそのアットホームな感じがやっぱりいいっていう、うん、なんだろう、その取り柄じゃない、なんて言うんだっけそういうの、なんて言うんだっけ、ちょっとあんなにそれ聞かない方がいいよなんだっけ、大醐味かな違うかなんか特徴、そう、なんか、まあ、それがそうね、そうそうそう、良さでありね、そうなの、だから、うん、やっぱりこうより素な私たちをお届けすることもあったり、うんうん、そのね、やっぱライブもあって本当に盛りだくさんな企画とかもたくさんあって、うん、ね、すごくね、こうなかなかこのイコラブ会の7?7?、うん、ボリューム7、うんうん、は、はあ、なんか延期になったんだよね、多分ずっとたびたび予約できたんだっけこれって、多分、でもまあカメオだもんねそうなの、だからね結構前だからでもね、無事に開催されて、うん、昨日ね、行えた2部もね、あって、うん、ね、楽しんでくださいましたか、来てくださった皆さんは。なんかさ、しかもなんか昨日さ、昨日もそうだし、うん、なんかそのイコラブ会もそうだし、うん、あの一昨日放送だった君はイコラブを愛せるかの方の、うん、リサも、なんかどっちも、うん、もう本当になんかアイドル回答で、すべてが、うん、え、なんかおとしまリサを大尊敬しました。え、それはないよ、それは。いやマジで、え、リサはね、アンナの尊敬できるところは、うん、なんかあの多分本当にあのなんだろう、本当なことを言ってるんかもしれないけど、うん、なんかそれがその面白いっていうのがすごくすごいなって思ってる。え、違うよ、私も頑張って本当は面白くしたいのに、面白回答が思いつかないから素で書いちゃうの。え、でもすごい面白いよ、本当に。なんかね、それができないの、リサには、いつも。いや、リサには、あ、大丈夫、アイドル回答を求めてるから、みんな。今後も、え、みんな、だってみんながみんなさ、うん、変な回答したらダメじゃん。うん、まあ、そったらちょっとリサにはやっぱアイドル回答してほしいですよね、皆さんも。みんなどう、アンナのファンの方はどう思ってるの？やだ。絶対思ってるよ、アイドル。でもさ、めっちゃ褒め合い褒め合いってことなんか、あんまりさ、その、うん、アンナやんないじゃん、自分からそういう、なんか、萌え系とかやんないとね。やんないけど。遠慮してる。でもさ、前にさ、リサ見たよ、うん、前。あのね、声優パラダイスさんの、うん、あの動画で、アンナが、うん、そう、無理してるやつね、アンナが。萌え系やってた。でもそう、ファンの方はやっぱ普段そういうの見ないっていうか、うん、やんないから、うんうん、それがめちゃめちゃなんか可愛いって言ってた、コメントで。マジ？そう、リサが今日褒めてくれるからあんな頑張れちゃう。ほら、可愛いって言ってるよ、ファンの皆さん。お互い褒め合いして、ただ2人でニヤニヤしてっていう変な映像が起こってますね。見てるよ、ちゃんと。そう、見てるよ。そう、小悪では結構やってます。あ、じゃあもっとね、普段はね、うん、もうもっとアイドルだからね、うん、頑張ります頑張ってるよ、みんな。これにはね、あとね、触れないといけないのは、うん、やっぱり武道館後は2回目？1回目？あ、そうなの？武道館後初？初じゃない？2回目か、前回はあったから2回目だ。あ、2回目？そうだ、武道館の次の日にあったんだ、確か、イコタイムが。あ、そうだ、そうだ、そうやん。2回目ですね。わぁ。もうなんか、約1週間、ほんまに1週間多分ぐらい経ったんだけど、お気持ちは、え、心境の変化はございますか？うん、そうですね。やっぱり、はい、あの、12人って、この、12人と、そのファンの皆さんと、はい、その、武道館っていうステージの、その空間を、あの、うん、共有できたことが、やっぱりすごく、うん、嬉しかったなっていう思いと、なんかやっぱり、うん、そう、ここにね、花ちゃんのフレアファイルがあるんだけど、なんか本当にあの立ったんだねっていう。待って、そのクリアファイルで。まあ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 。逆にさ、どう思う？なんかさ、その、うん、立ったやんか、うちら本当に。立ったやんな。なんかさ、どういう、今1週間やっぱ立って、うん、なんかどういう心境。
何逆に聞き返すタイプ。なんか私は勉強か、不思議なの、なんか本当に立ったんかなみたいな。わかるかも。なんかあの景色って本当だったんかなとか。そう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 。なんか言ってさ、生活普通に戻っていつも通りなわけじゃん。うんうん、だけなんか不思議な気持ちあるよね。そうなの。めちゃめちゃ。わかるよ、でもそれは。ね。うん。めっちゃ心境聞くやんって。あんなちっちゃすぎんこれ。それ花ちゃんが書いて、それねヘアメイクさんにも言われたの。なんかじゃあ。花ちゃんだけちっちゃいけどって。でもなんかもちっちゃいんだけど少し。確かに。あんとなーたんが基本だいたいちっちゃく書かれがち。確かに。でも花ちゃん美化してちゃんと書いてくれるからもう大好き。確かにめっちゃ可愛いよもうほら。ね、みんなマジ可愛い。可愛い。上手ですね。マジでそのファイルは一生の宝物っすね。ね、ほんと思い出じゃない、本当に。ね、思い出です。あれが実物大や。コメントめっちゃね、実物大。実物大。悪意のあるコメントですわ。本当に。できるのやばいね。はい。まあそんな感じで、うん、そろそろあれらしいですよ。ちなみに、じゃあ一個だけ言うと、はい、今日は日本最低気温の日だって、はい、知ってた？リサちゃん。今日？うん。別にじゃない。なんかこれの意味はなんか1902年の今日、うん、北海道旭川市で最低気温を更新した日らしいよ。ええー。リサはすごい気温に対して、うん、なんかめっちゃ考える人じゃないですか。うん。毎日なんか服装どうしようかなって。うん、問題です。はい、何度だと思います？最低気温。え、待って、北海道でしょ？うん、旭川市。そもそも北海道ってその、今あんたにはね答えが来ました。リサ、嘘でしょ？やばいよ。え、ありえん、ありえん。こんな感じ。え？はい、もともと北海道はマイナスなんですね。基本多分その寒くてやっぱ東北地方っていうのもあるかな。だから、うん、え、待って待って、マイナス、はい、マイナス15。ファイナルアンサー。じゃあちょっと待って、あげる。マイナス20。ファイナルアンサー。はい、正解はマイナス41度です。めっちゃでしょ。マジやばくない？詰めるリサ。なんか想像つかない。冷凍庫の中とかかな。そうな、固まっちゃうな。氷になっちゃう。絶対やばいよ。ね、北海道の方尊敬するね。すごいね、やばいね、うん。そうだったんだ。ね、冷凍食品になっちゃうのかな、わかんないけど。ね、でも北海道とか上の方の方とかね、うんうん、やっぱ雪も大変だと思うから。気をつけてほしいなって思いますね、はい、皆さん暖かい格好をしてください。はいはい。さあ、ということでいろいろお話ししてきたんですが、ここからは企画に参りたいと思います。はい、最初はこちら、イコラプンピック特別編。イエーイ。さあ、メンバー同士が1ヶ月間同じ競技をやってその月の1位を決める企画なんですが、現在は自宅でできる競技をやっています。今回の競技は、はい、何秒間声を出していられるか対決です。私たちは歌を歌うお仕事ですから、うん、肺活量は大事ですので、うん、ルールは大きい声じゃなくていいので、声を出し続けて声が止まったら挙手、はい、ただ、はい、絶対に無理をしないでください。はい。なぜなら以前滝脇翔子ちゃんが目を何分開けていられるか対決でコンタクトが取れるまでやっちゃったので。確かに。無理はしないでください、はい、ということで、現在の結果は1位から大場花ちゃん26秒30、はい、で次がサナツンで23秒、で次がひとみで15秒30、で最後がマイカで15秒ということで、30秒いけばすごいのかな。絶対すごそうね。うん、これで、これ今回もう私とリサがやってチャンピオンが決まるってこと？嘘でしょ。カレッジってこと違うのか、わかんない。まあ分かんないけど。そうだね。でも、どのやったことないね、こんな。ね、まあ、もうちょっとやっていくのかもしれないですが、とりあえず今回はアンリスターがチャレンジしていきたいと思います。うん、はい。
もうね、あんな今日ね、いっぱい喋ってきたのね、この前も。うん、もう正直、のっガラガラなのよ。うん、マジ自信ないわ。5秒ぐらいかも。うん、いや、5秒や。もうね、今日この後喋れんくなってもいいぐらい、いい本気出して頑張ります。うん、はい。リスターは意気込みどうですか？意気込みですか？本当にあの、うん、多分ですね、肺活量ないんですよ、私はもう。そう。だから、あの目標はあの、うん、一応やっぱり一番下の方が15秒ということで、はい、絶対マイクはもっとできるくない？絶対できたと思うけど、そうなんかしくったんじゃない、うん、なんかね、笑っちゃったんじゃないね。で、うん、ちょっとまあそうね、16秒いけばさ、だって瞳も抜けるんでしょ、うん、目標低くねとりあえずうちらの目標低くいけるかな、ちょっと怖いね。でもね、どっちからやる、うん、どっちでもいいよ。じゃあちょっとアンナやろっか。わかった。じゃあアンナちょっとお茶飲むわ一回。はい。待って、緊張するね、これやばいな。うん、うーん、ちっちゃい声でいいんだよね。そうね、大きくなくていいもんね。よし、頑張るね。はい、見守ってて。はい。それでは、リサ、用意スタート、はい、お願いいたします。はい。いきます。はい、よーい、スタート。あー。長くない絶対長いよ。めちゃめちゃ長い気がする。え、なんかもっとできると思ったけど、あんまいかんかったよ。みんなが頑張ってるってはい、ということで、アンの結果は17秒。嘘でしょ、17秒。うん、え、なんかめっちゃ長く感じたのに。これでも17秒です。え、嘘じゃん、絶対じゃん。あれ、あんた、でも前やった時もっともっともっと全然できたのに。どうしようか。38秒できました、だってコメントで。すごい。え、すごくない？いいですね、あなたがやば、はあ、もうちょっと酸素くださいって感じ。やばいです本当に本当にじゃあ、リサ挑戦しますか？はい。なんとリサが、1分間目指すということで頑張ってください。マジ？あんまりせず行けるところまで。めっちゃ狭いんだね。うん、うん、行くよ、大丈夫、準備は。はい、行きます。よーい、スタート。あー、もう最後よく笑うし、笑って、ねえ、笑わかしたし、笑わかしてない、ねえ、絶対笑わかしてないから、だって笑うようだったから笑うでしょ、真顔で見られてみ、そっちの方が辛いからじゃあもう一回、じゃあ真顔で追おうかえ、待って、めっちゃ何秒なんだろう今ね、11秒。笑わんかったらいける？いやもうわかんない。もうでも笑っちゃうもん、リスちゃん無理。ダメよ、笑ったら。じゃあ目こうやってやっていいよ。あーね、もう一回やっていいよ、うん、本当に。うん、なんか絶対11秒より上目指してね。マジ？はい、うん、いくよ、はい、うん、よーい、スタート。あー、無理。さあさあ、結果のほどは、結果は13秒。2秒増えたね、やったー。ということで、ということで、リサちゃんおめでとうございます。現在最下位です。最悪かわいいリサ、ね、そうでしょ、
マジ？かわいい。ダネリさん少し伸びたね。いやね。よかったね。マジかわいい。ねえ本当にもう笑っちゃうね。これダメだよ。笑っちゃう？うん、まさか最下位とは。あんた関係ないじゃんじゃあ。ね、こうやっても笑ってんじゃん。可愛いからオッケーってみんな言ってるからオッケーです。嘘じゃん。はい。オッケーです。ということで、まあ、まだねこの、うん、この後に誰かが最下位を叩き出す可能性もあるので。まあ絶対に分かるよ。うん。ということで以上。以上、イコラブンピック特別編でしたイエーイそれでは続いての企画はこちら縛り付き連想ゲームイエーイ、さあ連想ゲームをいろんな縛り付きでやってみます。まずはレベル1、3文字の言葉だけ縛りです、うんうん、でリサが答える側だとしたら私にスタッフさんからお題が来るので、うん、私がそのお題を3文字の言葉だけで表現していくので、その言葉が何なのかリサに当ててもらいます、はい、制限時間は90秒、パスもありです、うん、はい、これを2人でなんかまあ協力だよね、これは。そうだね、対決というよりは対決していきたいと思います、うん、ではじゃあまずどうしようかな。じゃあリサが答える側にしようか。答える側はさ、あの、書くの、いや、口でいいんじゃない？口で言う？うん、何回も言っていいんじゃない？え、待って、なんだっけえ、あれさ、え、皆さんはルール分かってるですか？え、待って、リサ分かってないんですか？やっていけば分かる。あの、やっていけば分かるよね。うん、だけど、アンが今からこう言うから、うん、それが何なのか、うん、リサは3文字じゃないと思うよ、多分。私は3文字あってもいいの？うん、アンが3文字で言っていくから、うん、リサは何、うん、それが何かを多分当てるってこと。分かった。ということで、じゃ私が3文字でリサに全部伝えていきたいと思います。はい。ということで、よーい、スタート！スタート！3文字むずい！うん。チョコ、バニラ、イチゴ、アイス、正解。え、すごい。ぶどう、果物、ライブ、武道館、正解。カチャ。何カチャって。何カチャって。グレー、大人、大人、スーツ、仕事、OL さん、仕事、仕事使うグレー、仕事使うグレー、うん、え、あとは、え、大人、大人、うん、え、OL さんじゃないの？カフェ、カフェ、パスパスパス、ネバー、ネバネ、臭い、臭い、臭いネバネ、納豆、正解アイス、冷やす、アイス、冷やす、保冷剤、寒い、おしち、氷、氷もだけど終わり、何だったんですかね。最後は冷蔵庫です。冷蔵庫、ちなみに大人とかグレーとか言ってたやつはパソコンです、うん、パソコンなの？そう。マジ？どう？え、でもさ、思ったより、思ったより3文字で考えるのが思ったより難しい。え、むずいね。え、やば。難しい。え、でも楽しい、これ。すごいね。焦る焦る。あ、パソコンコメントでは正解来てたって。え、すごいね、みんな。
すごい。カチャとは、カチャ、カチャカチャのカチャ。あー、打つやつのグレー。そう。大人とかして。そうそうそう。むずい。さあ、ということで、こんな感じで次はリサに問題を出してもらって、はい、アンが答える方に行きたいと思います。はい。はい。ということで、準備はいいですか？はい。では、行きます。よーい、はい、スタート。スタート。嘘でしょ、これは。お肉じゃない、あれは何ですか本当に。サンド、サンド、サンド。ハンバーガー。あー、でかい、すごい。待って、赤い、赤い、赤い、甘い、いちご。で、正解だよ。待って、難しいよ、これは。待って、これは、ちょっと飛ばします。はい、パスです。あー、待って、推しのドレス、衣装。あー、お姫、お姫、お姫リサイコラブ武道館。むずい、これは。プリンセス、ガラス、ガラス、ガラス。シンデレラ、正解。おー、わー、いちご、メロン、コーラ、レモン、コーラ、レモン、グミ、寒い、寒い、氷、急に冷蔵庫、ミックスジュース、もう分けるよ。え？ミックスジュース。違う、スムージー。うわ、惜しいね。惜しい、ジュース？ちょっと待って。何？これは、丁寧語で言います。おナッツ、はい、おナッツ、おナッツコーラ。あ、かき氷。正解待って、むずい、これ。食、食、こういう感じいや、ごめん、ジェスチャーじゃないよ。からしで出てもらっていい？からし、からし、ショコ、ショコ、あの、なんですか、終了あれえ、でもまあ、結構さ、まあお互い意思疎通してたよ。何問だって。はい、ちょっと待って、も面白い、これ。ちょっとむずいな、これは。最後の答え何だったの？最後はシュウマイ。あ、シュウマイ、確かに。からし証拠さ、確かに難しいよね。確かに。あ、でもコメントで合ってる方結構いる。嘘じゃん、本当に。すごいね。いや、すごい。おナッツ思った。おナッツなんな。ウケる。おナッツは笑う。夏言いたかったけど、夏、コーラとかで分かったのすごくない？すごいよね、お夏で分かったよ、はい、さあ、ということでまだまだいきたいと思います。はい、続いてレベル2ですね。レベル2はなんとコメントできた言葉だけ使える縛りです、うん、皆さんがコメントしてくれた単語や言葉だけで使えます、が使えます、ただ、見てる方もお題が分からないので、いい感じに使えそうな言葉さんコメントしてください。なのでファンの皆さんと協力プレイです。しかもあんまやったことがないので、うまくいく企画かどうかは分かりませんが、とりあえずやってみたいと思います。はい。ということで、こちらも、こちらもどっちかからいけばいいのかな？じゃあまたアンからいきましょうかね。はい。はい。では、こちらも制限時間90秒です。ということで、これはなんだ？アンが、ファンの方のコメントを見ながら伝えればいいんだよね。よし、では行きます、はい。ということで皆さん、これっぽい感じを、これっぽい、なんかぽいなっていう単語とかいっぱいコメントしてください。これむず。では行きます。よーい、はい、スタート。白い。白い。かわいい。みんなもっともっといろんないろんないろんな何でもいいよ。ネバネバいらん。
まあ、カラフル、綿菓子、全然全然、細い、微妙だな、全然ない。日本、まあ日本、日本だよ。なんかもっとこう、なんだろう、こう日本の伝統的な感じのコメントしてみんな。これは難しいですね、とってもとっても。そうだよね、何もない、お題はね言ってないからね、あれなんだよね。着物、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 着物とか、あとはまあお祭り系、お祭り、まあお寿司も出てくるかな、食べ物出てくる、東京とは限らんな。お正月、あ、成人式惜しい、え、惜しくない、成人式わからん。何、むずこれ。むずい。パーティー、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 パーティーなんだ、パーティー。あー、コメントで正解がある。え、コメントで正解があった、みんな正解があったぽいことを言って、リサが分かるように。ドレス、ドレス、ドレス。は終了。ね、なんだったの、着物、ドレス、お寿司。正解は結婚式です。結婚式です。むずいね、難しいね、これちょっと、これはあの、さすがにまた難しすぎたということで、レベルにはもうここまでにしましょう。はい、なのでレベル3の方にね参りたいと思います。はいはい、レベル3はリサからねやってもらおうかな。レベル3は、ね、交換音縛りでございます。はい、はい、得意じゃないですか、リサちゃん、交換音で私に教えてくれる、ね、はい、なので交換音だけで表してください。お題を、はい、それを私が当てていきます。はい、ということでこちらも制限時間は90秒でパスもありです。はいはい、では参りましょう、よーいスタート。ウィーン、ウィーン、掃除機、正解。お、すごい。プヨン、ウサギ、プヨン、トランポリン。お姉さんジェスチャーしそうになってるよ。あ、ちょっと、あの、プルプルしてらして、プルプルって感じ。プルプルしか思い出せない。パス、パス、パス、パス。わからん、わからん。じわじわじわ、じわかり、唐揚げ、正解。お、これはもうね無音に近いんよね。ちょっとやめよう、パス、パス、ちょっとパスで、あれ待って、これはもうあって音がないんだ、音がない問題なの。なんかカチブーン、カチブーン、バイク、自転車、車、ブーン、カチブーンでしょ。ブーン、なんかブーンでもない、なんかヒューヒュー、カチブーン、新幹線、飛行機、待って、なんて言うんだろうな、ミキサー、え、違うよ、クーラー、あ、その部類、部類、部類、扇風機、扇風機、正解。おー、すごい、いや、ちょっとこれマジ、じゃあパシャパシャ、カメラ、パシャパシャじゃない、なんですか、じゃあみたいな、じゃあみたいな、水道、あ、でもなんかあの部類はそう、部類、蛇口、ほかほかほか、あー惜しい、シャワー、終了です。あ、
最後のは温泉でした。あー惜しい。ねえ、ちょっとさ、あのね、音がないって言ったのが、エアコンとプリンがあのプルプルしか覚えてない。え、プリンだったん？プリンだった。プリンって言った言った。え、嘘でしょ？すごい当たってた。え、嘘、なんで分かったの？え、多分言った気がする、プリンって。すごい。やった。エアコン確かに難しいね。エアコンなんだろうね。なんだったんだろう。エアコン。ゴー。あー。言わんか、そんな音。むずいね。たまに。難しいね。あ、でもそう、ボーかも。やっぱゴーなんだ。うん、難しいですね。これ私もやります？やります？どうします？まだ時間的にいけるのかな？次行く？どうだろう。あ、じゃあ次に行きたいと思います。まだレベルがまだあるんで、はい、次じゃあレベル4を私行きたいと思います。レベル4はですね、はい、右手だけ使える縛りです。あ、うん、これこそジェスチャーだね。ね、ということで私が右手でリサに伝えていくので当ててください。はい、はい、では90秒パスもありです。レディー、はい、ゴー。猫。正解。花火。正解。すごい。テニス。何何それ、私知ってるかな。知ってる知ってる。え、普通に知ってる。うん。え、これ何、これ1個目がテニス。野球。正解。野球なんだ。なんだっけさ、これわかんないよ、あの剣道さんみたいな。違う違う絶対わかる。え、お化け屋敷じゃない、何それ。え、何、スイカ割り。すごい。え、鹿。え、怒ってるそれ。え、それは何？え？何何？何それ？パスパスパス。マラソン？すごい。ショックショック。終了。何だったの？あれ、節分。鬼。節分。鬼は福岡。え、でもすごい。ファンの方。え、でも結構当てれた。5問正解だって。すごい。上手。やっぱアリサは心通じ合ってるかもしんないな、うちら。すごいよ。ね、思ったより、うん、当てたんじゃない？うん。はい。ということでね。はい。こんな感じですかね。はい。まだ行く？これで終了かな？うん、じゃあ、リスさんもさ、得意だし、やっぱ言っとく？じゃあ、やっとくよ。リスさんからさ、やっぱ手出したそうだったし。でも、片手でしょ？うん。マジ？わかった。じゃあリさんも挑戦してもらいましょう、うん、はい、ではよーいスタート。ね、ん、あ、ちょっと使っキリン。正解。おお、あ、むずいこれ。ええ、トントントン、どうぞどうぞ。餅つき。車。あ、惜しい。車で、おっと危ない。おっと危ないっていう、かっこいい感じ。キュンみたいな。違う。勝手に何か作っちゃった。妄想した。次は、はい、次。犬。もしゃもしゃしてる。カンガルー。これ何？動物？飛んで
でるもんね。動物動物飛ぶ飛ぶ飛ぶ動物ウサギ。そんな可愛くないなんか首に特徴あるの？コメントでも助けてもらおう。ヤギ、馬、牛。え、これむずいね。ロバカエル正解。おお、すごいコメントであった。むずいこれ。うん、水遊び。あー近い。プール。あ、惜しい。正解。おお、終わりです。おお、難しい。これは難しいよね、意外に、うん、難しい。あ、ね、カエル分かったの、すごい。カエルやばいそう、あのこれは運転してて、うん、あの、うん、これはどうぞ、まあ、あのタクシー。あ、なるほど、タクシーどうぞそう、タクシー止めてるってこと、タクシーを。そうそう、むずいね。むずいね。いや、うん、いいんじゃない、おった、危ないでタクシーか。いや、これ絶対に上がってないよ。うん、難しいね。うん、なるほどね。うん、カエル分かった人すごいってね。すごい、すごすぎ。いやー、カエルさん面白かったね。面白すぎ。ジェスチャー面白かった。ということで、はい、レベル1からレベル4まで挑戦してみました。はい、はい、ということで、思ったよりもうそろそろなんと早いことにエンディングでございますはい、まだね、企画本当はいっぱいあったけど、もう楽しくなってきた ね、こちらが、はい、はい、ということで、じゃあ最後、はい、エンディングに行きたいと思います。はい、まずは最後にランキングの上位5名とおまけで目をつむって指を刺した人を発表していきたいと思います。はい、ランキング、じゃあ5位は、うん、5位はひーちゃ。ひーちゃ、ひーちゃ、ひーちゃさん、ありがとうございます。ありがとうございます。そして4位がとめぞうさん、ありがとうございます。ありがとうございます。3位がひきとみんさん、ありがとうございます。2位がおしずさん、ありがとうございます。ありがとうございます。1位がもももさん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、じゃあランダムの方も行きたいと思います。はい、何人行く？いつも何人だ、これ。それぞれ。うん。それぞれ行きましょう。一人ずつ。じゃあ、アンナから行きますね。はい。こっち。ならない。青山アットマーク3453です。はい。ありがとうございます。いきます。P。待って、むずい。ST、うん、セシリアさん。セシリアさん。ありがとうございます。はい、そしてタワーくださった方ですね。はい、おしずさん、26日お誕生日だって、はい、おしずさん、あ、おしずさん、ありがとうございます。ありがとうございます、タワー。そしてもももさんが2本。もももさん、ありがとうございます。ありがとうございます。リガタワーでございます。ありがとうございます。はい、さあ、ということで、はい、次回のイコタイムの配信ですが、2月1日の月曜日の7時からの予定です。はい、メンバーは、はい、じゃん、斉藤キアラと滝脇翔子です。イエーイ。キアラと翔子の2人でございますので、うん、皆さんぜひ、はい、チェックしてください。よろしくお願いします。お願いします。はい、またですね、番組の配信を見逃さないためにも、画面右上のハートマークを押してお気に入り登録をお願いします。そしてメンバー全員個人配信もやっているので、はい、そちらもぜひチェックしてください。ということで、はい、リサ、はい、今日の感想どうでしたか？はい、今日はですね、
そう、このお家でのイコタイムになって、うん、そのいや前はね、前もう前からあったんですけど、この2回目なのかな、うん、こういうお家でのあれは1回スタジオに戻ったりもしてたんですけど、うん、このお家のイコタイムバージョンになってから、そう、うん、アンナとは初めてやって、ね、そう、すごいなんかね、こう本当に、うん、なんだ、素すぎてちょっとね、なんかね、大丈夫かなみたいな、そう感じだったんですけど、こうやってね、うん、お洋服もたまたまお揃いのも着れたし、そう、こういうのもね、うん、なんかおうち配信ならではっていう、そう、確かにね、かなって思ってすごく楽しかったです。イエーイイエーイ、はい、私もこうやってね、はい、久々になんか結構アンリ様だってよく言われてたから、久々できて私はめっちゃ嬉しいです。はいはい、あのね、今日ね、もう 昼に今日お昼ご飯食べながら一人でね、うん、配信したの、ショールーム、うんうん、だけど夜ももうちょっとだけ、この後は何時からかこの後やるので見に来てください。イエーイ、はい、ということで、はい、以上、イコラブの山本杏奈と私はリサでした。みんなバイバーイ。バイバイ、ありがとうございました。好きにさせて急にいなくなる。終わるね。次はゴール知らずに走る。終わる。